はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、黒政と申します。この放送では中国史好きの私黒政が中国史上の偉人を紹介するラジオとなっております。第22回目の今回はですね、前回放送の、次回予告通りですね、司馬相の嫁、新初代皇帝司馬遠の母王元気を紹介したいと思います。全国1億人のね、王元気ファンの皆様お待たせしました。前回の釣りからのじらし、そしてついに紹介というわけですね。本当はですね、昨日のあの2月の22日にちょっと放送する予定だったんですけども、昨日はですね、まあ、猫の日ということでね、あの猫動画とかちょっと見まくってたので、ちょっと配信が遅れてしまいました。すみません。まあ、いつかね、まあ、猫とまあ中国史の偉人をまあ絡めた紹介っていうのをちょっとしていきたいですね。はい、早速ですね、王元気のエピソードを紹介する前のですね、王元気の概要をちょっと説明したいと思います。死は王、名は元気、あざ名は不明ですね。生年はですね、建安22年、西暦217年ですね、に生まれて、没年はですね、大始4年の3月21日、まあ、西暦でいうと西暦268年の、4月の20日になりますね。まあ、中国のまあ三国時代から、まあ、清新にかけての人物ですね。清王朝、清新王朝のまあ建国にまあ大いにまあ活躍した司馬相というまあ人物がいるんですけども、この司馬相の妻であり、まあ、正室ですね。で、司馬相と、司馬相との間に生まれた子、司馬遠はですね、清新の初代皇帝となった、まあ、そういう人物ですね。まあ、ちなみに司馬相と、まあ、王元気のその他の子供としては、まあ、司馬帝国、司馬遊、司馬長、司馬光徳、慶長長公主という、まあ、何かいるわけなんですね。で、まあ、送り名は名っていう、まあ、送り名をされていて、まあ、司馬相の送り名である、まあ、文を冠してですね、文明皇后っていうふうに、まあ、王元気は言われたりするわけなんですね。まあ、ちなみに、まあ、送り名っていうのは、まあ、その生前の何ですかね、その偉業とか行ったことに対する、まあ、評価を、まあ、漢字一文字で表すみたいな、そういう、まあ、まあ、この、まあ、何ですかね、中国の歴史上、まあ、もしかしたらそれ以外もあるかもしれないですけど、まあ、風習みたいなもんですね。で、まあ、一族の人間としては、祖父にはですね、五冠の臣下として、まあ、会計大将を務めた、後にですね、曹操の、まあ、義の配下となった王老、父にはですね、祖父同様に、義の王朝に仕えて、当時の皇帝とかね、重臣へのまあ還元とかに、まあ、定評があった王祝という人物がいるんですね。で、母はまあ楊氏というまあ人物だそうです。まあ、幼少から聡明な人物として有名で、まあ、道理とか、まあ、礼儀に外れた行いをしたことがなくてですね、まあ、皇太后になってからも、まあ、仕事に励んで贅沢をしなかったというまあ人物ですね。まあ、なんですかね、絵に描いたようなまあ清廉潔白な、まあ、できた優れた人間だったと、そういうわけなんですね。はい、ではですね、概要はこれくらいにして、王元気のエピソードに移ります。さっきですね、まあ、幼少から聡明な人物として、有名だったというふうに言ったんですけども、王元気ですね、なんと8歳の頃からですね、詩論をまあ暗記して間違いなく言うという、神童だったわけなんですね。おまけにですね、まあ、この幼少期から徳行を積んでいて、まあ、非常にまあ親孝行な子であったと。まあ、なんですかね、すげえな王元気って感じですね。私黒マスター8歳の時なんか、まあ、ボケとして何も考えてませんでしたよ。まあ、それさておき、西暦225年、王元気は9歳の時ですね、母の楊氏がまあ病に倒れるわけなんですけども、その際にはですね、母の看病を、していてですね、まあ、服を着替える時間も惜しんでその看病したっていう、それぐらいのまあ高校ぶりだったわけなんですね。で、この高校ぶりを見た祖父の王老はですね、我が家を交流させるのはかな、交流させるのはこの子は、ごめんなさい、神々ですね、気を取りなして、この高校ぶりを見た祖父の王老は、我が家を交流させるのは間違いなくこの子なわけなんだが、なぜ男子に生まれてこなかったのかというふうに言って悔しがったというふうに言われているわけなんですね。
まあ、それほどですね、まあ、才能人格ともにまあ優れた子供だったというわけなんですね。まあ、祖父同様ですね、父の王淑もですね、まあ、大元気の非凡さをまあ買っていたわけなんですけども、西暦228年、大元気12歳の時ですね、祖父王羅の葬儀でですね、まあ、年にそぐわぬ、まあ、自然な哀悼の振る舞いっていうんですかね、これをまあ見せたために、まあ、父の王淑からますますですね、まあ、敬意されたと、まあ、なんですかね、まあ、もう大元気株がまあストップ高状態みたいなそんな感じだったわけなんですね。そんな大元気なんですけども、まあ15歳になって成人するとですね、父王淑の取り計らいで、芝居の次男であった、芝生に嫁ぐわけなんですね。まあ芝生の嫁となってからはですね、芝生の父母にあたる、芝居や長春家に高校して、なんですかね、目下の者に対してもまあ謙虚に接したそうなんですね。ちなみにですね、芝生の母の長春家という人物なんですけども、まあ、妻女であって、まあ、教育者として、まあ、いい母なんですが、まあ、教祭ですごい、まあ、有名でして、まあ、時折、まあ、苛烈な行動に出る人物だったんですね。まあ、そんな人物とも、まあ、大元気はうまく付き合ってたというわけなんですね。まあ、大元気欠点がないですよね。そんな中ですね、西暦4年、西暦236年、この年にですね、芝生との間に、この芝園を産みます。まあ、概要でも説明しましたが、この芝園ですね、三国志時代の最終的勝者である新王朝の初代皇帝となる人物ですね。まあ、何ですかね、この芝園の誕生に際してですね、まあ、ちょっと私個人的にはまあ歴史ってまあ最終的にどうなるかわからないなって、面白いなというふうに思うわけなんですよね。まあ、大元気の息子ということは、まあ、王淑にとって孫、まあ、王羅にとってはやしゃごということになるんですね。で、この王羅ですね、まあ、五冠の検定に、まあ、会計大使として、まあ、任命されてから、まあ、会計大使となって、まあ、内政とか行うんですけども、まあ、民を慈しむ、まあ、善政を行うわけなんですね。しかしですね、小覇王こと、孫策に会計を責められて、序盤は孫策軍をまあ苦戦せしめるもですね、最終的には大敗して降伏、まあ孫策に処刑されずには済んだものの、一族を抱えて困窮するわけなんですね。まあその後に、まあ、義の曹操の呼びかけに応じ、まあ、曹操の臣下になるというわけなんですけども、まあ、まあ、なんていうか苦労人なわけなんですね、王羅。まあ、ちなみにまあこれは正史の話でして、三国志演義ではですね、まあ、めちゃくちゃひどい扱いをされるわけなんですね。まあ、会計大使としてまあ登場するもですね、孫策の引き立て役、まあ、かませ犬というか、なんかまあめちゃくちゃにされる役で登場して、まあ、なんですかね、その後まあ義に使えるのは同じなんですけども、まあ検定をですね、五冠王朝の検定を脅して、禅譲をまあ禅譲しろと、総比に、まあ帝位を譲らせろと、そういうふうに言う、まあ、悪役となったり、最後にはですね、まあ、諸葛亮の引き立て役として、まあ、諸葛亮と論戦をした末に、まあ、紛失してしまうという、まあ、めちゃくちゃかわいそうな感じの役回りなんですね。まあ、羅漢中被害者の会の一人ですよね。まあ、そんな王羅の子孫がですね、まあ、最終的に、まあ、三国志時代の勝者になるという、なんていうんですかね、まあ、大どんでん返しをするという形で、まあ、なんかこう、夢があるなというふうに私は思うわけなんですよね。はい、ちょっと脱線してしまったので大元気の話に戻ります。大元気ですね、清廉潔白で、まあ、人格者なんですが、まあ、才女でもあるわけなんですね。まあ、幼少期にですね、まあ、その辺にはあったんですけども、まあ、芝生の妻となってからもそれは健在だったわけなんですね。まあ、芝生のもとにはですね、商会という、まあ、有能な臣下がいたんですね。この商会ですね、すごく優秀なんですけども、ちょっと性格に難があってですね、まあ、やべえやつっていう感じなんですね。で、まあ、そのやべえやつっていうのを、まあ、見抜ける人は見抜いていたというような感じだったんですね。で、大元気も、まあ、商会はやべえやつだと見抜いていた一人で、まあ、商会をですね、何かと重要していた芝生に対して、まあ、こんなことを言うわけなんですね。正直。正式は商会のことですね。正式は理に目を向けて義を忘れ、何でも自分でやりたがる人です。
恩寵が過ぎれば必ずや見境をなくします。退任を与えてはなりません。こう言ってですね、常々まあ夫をいさめていたわけなんですけども、まあ、残念なことにですね、司馬将は商会に対してですね、慶元4年西暦263年にですね、職討伐という退任を与えてですね、商会に大軍を与えてしまうわけなんですね。商会はですね、見事に職を攻め滅ぼすんですけども、軍の全権を掌握してですね、職の重臣であった京尉という人物と手を組んで、慶元5年264年にですね、職の地で独立しようとするわけなんですね。ただですね、この反乱はですね、商会部の進化にあったものに、反逆、商会が反逆にあって失敗して、商会はですね、殺害してされてしまうというわけなんですね。何はともあれ、王元気の予感は当たっていたというわけなんですね。確かな人物眼を持っていた才女であると、そういうわけですね。寛喜2年、265年の8月にですね、夫である司馬将が病死するわけなんですね。で、司馬将の後はですね、長男の司馬遠がですね、その後を継いで、司馬遠は新王というふうになるわけなんですね。で、同年12月、義の限定である、宗官、この人物にですね、禅譲を迫って帝位を奪い、新たな王朝である、新王朝を司馬遠は立ち上げるわけなんですね。これによって三国志一の強国であった魏は滅亡すると、そういうわけなんですね。で、新王を建国した司馬遠がですね、皇帝となったことで、母である王元気はですね、皇太后という地位になるわけなんですね。しかしですね、そこは王元気クオリティといいますか、王元気はですね、皇太后になってからもですね、贅沢、華美な暮らしはしませんでした。日頃の職務を忘れずにですね、旗織りをして、食器や衣服にはですね、安価なものを使って、洗濯した衣服を下ろして、食事には贅沢なものを取らなかったそうなんですね。仕事に励んで、つつましい生活を送ったと。皇太后の生活には、ある意味、そぐわないといった、そういう、綺麗な、なんですかね、清廉潔白な感じだったわけなんですね。このためですね、皇位の地位にありながらですね、一切、誹謗中傷っていうのを受けなかったっていう言われてるんですね。で、そんな王元気もですね、重病にかかって、いよいよ、死期が迫ってくるわけなんですね。で、その臨終の際にですね、息子の司馬遠にですね、家族を慈しむ心が現れる、こんな言葉を残すわけなんですね。あなたの弟である司馬遊はせっかちな子で、兄のあなたは慈愛がありません。もし私の病がよくなくならなかったら、私はあなたが弟と相入れなくなるだろうと恐れております。あとはあなたに任せますが、私の言ったことは決して忘れてはなりませんよ。こういうふうに言うわけなんですね。で、この遺言をもって、大始4年の3月21日、西暦でいうと、268年の4月20日ですね、王元気は亡くなると、そういうわけなんですね。ちなみにですね、臨終の際のセリフに出てきた司馬遊という人物なんですけども、母王元気に似たのか非常に優秀な人物で、非の打ち所がないというふうに言われていたんですね。人格者であり、能力もあったわけなんですけども、そんなことからですね、父の司馬将から溺愛されていてですね、祖父の、司馬懿からも将来をもう、有望されていたっていう人物だったんですね。このような感じだったので、優秀だった弟をですね、兄の司馬遠は疎ましく思っていたわけなんですよね。なんですかね、地位を脅かせる心配もあったのでしょう。その息子の二人を二人の関係を心配しての、セリフだったわけなんですね。で、ちなみにですね、司馬遊この後どうなったかっていうと、その王元気の、なんですかね、その予見正しく、ちょっと司馬遠と仲悪くなっちゃって、最後にはちょっと無念ながらも死んでしまうっていう、ちょっとかわいそうな末路をたどるわけなんですね。なんていうんですかね、最後の時まで
王元気はまあ家族を、慈しみ憂いた、まあ、賢母であったと、そういうわけなんですね。まあ死後ですね、まあ、王元気は、まあ、芝生がまあ葬られた枢要領というところがあるんですけども、この墓所で、墓所に、まあ芝生と一緒にまあ合葬されるわけなんですね。まあ今で言うと、まあ河南省遠志市という、遠志という場所の、まあ、鎮東山の南の麓にある、墓所にまあ合葬されたと、そういうわけなんですね。はい、ということで、まあ、王元気のエピソードでした。まあ、三国志時代屈指の、まあ、良妻賢母才女であるのは、まあ、間違いないですし、まあ、中国史全般を通しても、まあ、かなりまあ上級のレベルでの、まあ、良妻賢母だったと思いますね。まあ、なんかその華美を好まず慎ましく質素、まあ、道理にかなっていて人格者、まあ、なんかその院令か工部邸の奥さんに通じるところが、まあ、あると思いますね。ちなみにですね、院令かはですね、私のチャンネルで、第6回目に放送してますので、まだの方はぜひぜひですね、ご視聴していただければと思います。ちなみに、まあ、サムネに、まあ、載ってる2人の人物なんですけども、まあ、光栄テクモさんのゲームであって、まあ、人気タイトルである、新三国無双シリーズに出てくる、王元気の、まあ、ビジュアルなんですね。左は、まあ、新三国無双8の、まあ、最新作での衣装ですね。で右もまあ王元気になるんですけども、これまあ新三国無双6の衣装なんですが、なんか光栄さんがまあ無双6を発売する際にですね、まあ大手コンビニのローソンさんとまあコラボして、まあ無双6をまあローソンで予約すると、ローソンの店員衣装の王元気のコスチュームがもらえるという、なんかすごい企画なんですね。まあもう、まあもう10年以上、10年ぐらいか。前の話になるんですけど、まあ、当時としてはまあかなりぶっ飛んだ企画だったっていうのをまあ覚えてますね。まあ何ですかね、見てくれがいいっていうのと、まあ、こういうなんか光栄側のバックアップがあったとか、あと無双6っていうの新キャラっていうこともあってか、まあ、大元気ですね、瞬く間にまあ無双なり人気キャラになるわけなんですね。まあ新三国無双6のまあ人気投票っていうのがあったんですけども、この人気投票でまあ見事1位の座に輝くわけなんですね。まあ、無双界でまあ確固たる地位を築くと、そういうわけなんですね。まあ、ちなみに最新のまあ人気投票だとまあ9位っていう風になってちょっと順位下がっちゃったんですけども、まあ、これまだまだ人気者の部類ですね。まあ、総勢83名中の9位なので。ちなみにですね、私黒マサ屈指の推しキャラ、黄金刀当主の聴覚はというと、83位ですね。見事ビリです。いやまあ逆に笑いましたよね。まあ、次回人気投票の際にはですね、ぜひビリから脱出してほしいって思っております。まあ、前の前のなんですけども、まあ、光栄テクモさんの無双シリーズ、まあ、純粋に面白いんでね、プレイはまだっていう方はですね、ぜひぜひまあ購入していただいてプレイしていただければと思います。はい、まあ、本チャンネルではですね、今のような感じで定期的に中国史の偉人を紹介していきます。主にですね、私が好きな春秋戦国時代の偉人を紹介していくんですが、今回のようにですね、他の時代も紹介する予定です。まあ、皆さんにですね、お楽しみいただけますようコンテンツ作りをしてまいりますので、ぜひぜひですね、チャンネル登録とかフォローお願いいたします。高評価コメントの方もお待ちしております。はい、それとですね、ここで前回に引き続き、次回予告をしてみようと思います。次回はですね、前巻の馬元気同様、雑魚キャラクソキャラを肯定的に再評価してみようの第2弾を行います。登場するのはですね、三国志演技で肉屋と言ったらあの人、妹の七光、という人物を紹介します。お楽しみに。ということでね、また次回の放送でお会いしましょう。黒政でした。バイバイ。